自衛隊が新しい基地の建設計画を進めている鹿児島県の馬毛島は種子島の西 12km に浮かぶ島のことだね。島の周囲約 16.5km、面積約 8.2 平方キロメートルの小さな無人島で、島中央部の最も標高の高い地点でも海抜 71.7 メートルほどしかないほとんど平坦な島で、行政的には種子島の西の表市となっているな。今回はそんな鹿児島県の馬毛島を不沈空母とする計画書が存在した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。太平洋戦争後の1951年昭和26年から緊急開拓事業による農業開拓団が入植を開始されて、1959年昭和34年をピークとして113世帯528人が島に在住してサトウキビ栽培や酪農を営んでいたんだけど、島に河川などはなく地質も農業に適さない土地であったことに加えて、害虫や島に野生化していた鹿による農作物被害が増加したため、島民の生活が困窮することとなって島民は徐々に島を離れ、1980年昭和55年3月に最後の島民が島外に移住して無人島になり、北海道の渡島大島に次いで日本で2番目に面積が広い無人島となっているよ。種子島からは船で30分ほどの距離にあって、その北側は国際海峡という特定海域となっている大隅海峡に接していて、近年では中国海軍などが馬毛島への基地建設を暗視するかのように盛んに航行していることが確認されているね。この馬毛島に対して防衛省が2021年8月6日に飛行場を有する自衛隊基地を建設して、アメリカ海軍第7艦隊の艦載機の訓練もそこで実施されるとして、馬毛島の基地建設に必要な港湾施設なども含めた基地施設のイメージ図を公表したよ。それによると、これまですでに公表していた滑走路や島内施設に加えて、軽空母化改修が進められている海上自衛隊の出雲型護衛艦などの大型艦も入港可能な、仮設桟橋3本などを有する大規模な艦船係留施設を建設するとしているんだって。馬毛島は2007年頃より、アメリカ海軍第7艦隊の原子力空母艦載機による、陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地として注目されていたな。アメリカ海軍の空母艦載機は、空母が横須賀に入港している間は陸上基地において艦上での発着艦に見立てた離着陸訓練、いわゆる FCLP の実施が義務付けられており、空母艦載機のパイロットには空母着艦資格維持のために陸上の飛行場において、平時の場合で年に1回ないし2回、時期は5月か8月に実施されていて、1回の FCLP 訓練は10日間ほどの間昼夜の区別なく実施されるぜ。この FCLP は特に空母出港直前に集中して行われることが多く、その内容は陸上の滑走路を空母の飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返す訓練であり、特に夜間に行われる夜間離着陸訓練 NLP において周辺に住居が存在する陸上の飛行場では騒音問題が発生するわけだ。日本において当初は横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機は厚木基地を陸上基地としていたため、首都圏にある横田基地なども併用して実施されていたんだけど、次第に騒音問題が大きくなったことによって1991年8月からは小笠原諸島の硫黄島基地の飛行場で実施されていたんだよね。しかし、アメリカ海軍では厚木基地から硫黄島基地までの距離が 1000km 以上あり、FCLP のために往復 2000km 以上となる距離を飛行して往復することによって、パイロットの疲労や機体が疲弊して耐用年数が低下することや、飛行のための燃料消費の増大などから来る経費増大に頭を悩ませて不満を感じていたみたい。2017年には空母艦載機の陸上基地は厚木基地から岩国のアメリカ海兵隊基地に移転した際にも、さらに距離が片道 1400km に伸びたこともあり、岩国基地から近い基地での FCLP 実施を日本側に要望していたんだって。さらに硫黄島では火山活動が活発で、島の隆起が著しく早く起こり、飛行場や施設に影響が出ていて、その修復に大きな手間と補修費用がかかっていたらしい。そのような状況下において、馬毛島を所有していたタストンエアポートの当時社長で、2021年に亡くなった植田定志勲氏が島に滑走路を建設するなどして当時民主党政権であった政府や防衛省に、飛行基地として利用可能であるとして熱心に売り込みをかけたことによって、2010年に防衛省が馬毛島を自衛隊施設として使用するとして、滑走路の整備夜航空基地としてだけでなく海兵隊などの上陸作戦演習場や南西諸島有事に備えた事前集積拠点として利用するほか、災害派遣時の物資集積場としても使用する計画が立案されて、種子島の1市2町などに対して地元説明会が実施されていたぜ。立石氏は無人島であるから、日本国構内の他の基地で指摘されているような騒音問題や安全面での心配が少ないとして、立石氏はこれらの条件を利点として訴求し、そのために政府に島を要塞として馬毛島を売り込んだと言われているんだけど、最近になってそのアピールのための資料として作成されたと見られる馬毛島国策構想事業計画プランが明るみに出て話題になっているね。カラー写真などが使われているその資料によると、馬毛島には飛行場だけでなく核弾頭が搭載可能な長距離巡航ミサイルトマホークの発射基地や、弾道ミサイルなどが発射されるイメージ図などが書かれていて、馬も牛島をハリネズミのようにミサイルで武装して要塞化したイメージ図もあるんだって。その甲斐あって2010年には当時の民主党政権が動き、立石氏との間で賃料は年に55億円での賃借の取り決めがなされていたとされているが、しかしその後の民主党から自民党への政権交代によってその合意は反故にされてしまったな。立石氏はその後2013年に当時の自民党の安倍晋三総理に再び島の購入をお願いする陳情書を提出したとされ、タストンエアポートの計画書の中で中国が東シナ海に進出して尖閣諸島を力で奪いに来たり、あるいは台湾を軍事力によって併合したりした場合には馬毛島を不沈空母とすれば中国軍に対抗することができるとして、政府や防衛省を口説き落としたぜ。近年の中国海軍はアメリカ海軍への対抗心を燃やし、大型の正規空母3隻を建造し曲がりなりにもそれまでの近海型海軍から遠洋型海軍に変貌を遂げようとしているからね。そのことはすなわち、これまでは台湾海峡さえ海上優勢を取ることは難しいとされていた中国海軍が、アメリカ海軍の空母打撃群のような艦隊の編成が可能となり、いつでも台湾を一つの中国の信念のもとにいつでも軍事力を駆使して南西諸島を制圧して太平洋に進出するものと見られているよ。台湾では今年1月に総統選が実施され、中国とは対立する姿勢を示している民進党の頼清徳氏が僅差で当選したんだ。頼氏は5月の就任演説で中国に対して台湾に対する政治的軍事的威嚇をやめるように訴え、中国共産党が掲げる5つの中国に否定的な立場を示したというよ。そして中国ではこのことに反発するかのような行動を見せ、2024年5月23日から台湾の近郊において軍事演習を実施しているな。さらに中国外務省の報道官が台湾の独立派はこの先、中国による完全な統一が実施される中で報いを受けることになるとして、台湾側の反中国を掲げる勢力に対して牽制したことについて、日本の永田町界隈ではこのまま互いの発言がエスカレートしていくことになると、業を煮やした中国がいつ台湾への軍事侵攻を開始してもおかしくないとの声が高まっているようだ。そのような情勢の中、日本政府もまた台湾有事が発生した際の問題点解決に動いているとされ、馬毛島は日本政府によって米海軍の FCLP 訓練の候補地として日米安全保障協議委員会に+2の公文書に表記され、2018年には防衛省が馬毛島を海上航空両自衛隊の拠点として活用する方針を発表し、2019年にタストンエアポート社との売買契約が合意に至るなど馬毛島を基地化する計画が進んだぜ。ちなみに、馬毛島を不沈空母にするというタストンエアポートの計画については、厚くミサイル配備して要塞化したとしても、中国が巡航ミサイルや弾道ミサイルによって飽和攻撃をかければ地上配備のミサイルはあっという間に全て破壊されるものと思われ、苦労と費用をかけてもほとんど意味がないとの見方が多いみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。防衛省が新たなコンセプトを元として建造を進めている海上自衛隊護衛艦である最上型護衛艦の9番艦 FFM9 の命名進水式が、2024年6月24日に長崎県長崎市にある三菱重工業長崎造船所で執り行われ、名取と命名されたよ。同造船所の縦上第一ドックで実施された式典には関係者約200名が出席し、木原稔防衛相が室内を切断すると船首のくす玉が割れて、花火や汽笛が鳴り響く中名取は無事に浸水したぜ。今回はそんな最上型護衛艦9番艦名取が浸水した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、発表した海上幕僚幹部広報室によると、名取はこの先偽装工事が進められ、様々な性能試験が実施された後、2025年度令和7年度中の収益が予定されているんだ。名取という艦名は宮城県の仙台市や名取市を流れて太平洋に中でいる一級河川、名取川に由来して名付けられたもので、海上自衛隊内での募集から決定されたんだって。旧日本海軍においてもながら型軽巡洋艦の3番艦が名取と命名されていて、旧海軍以来この名を受け継いだ日本の艦艇としては2代目となるが、海上自衛隊護衛艦の艦名としては初めてとなるな。最上型護衛艦はこれまでに年間2隻ずつというハイペースで建造が進められていて、今回名取を浸水させた三菱重工業長崎造船所と、元三井 E&S 造船玉の艦船工場だった三菱重工業マリタイムシステムズの、三つの造船所で2027年度令和9年まで22隻が収益する計画だぜ。最上型の艦名はこれまでに収益した1番艦最上 FFM1 に山形県を流れる最上川から命名されたのを皮切りに、以降2番艦熊野 FFM2、3番艦能代 FFM3、4番艦三熊 FFM4、5番艦矢作 FFM5、6番艦阿賀野 FFM6 と続き、現在偽装工事が進められている7番艦仁淀 FFM7 と、8番艦湧別 FFM8 にも日本国内の一級河川から命名されていて、今後建造予定の11番艦と12番艦にも河川名が名付けられると見られているよ。これらの最上型護衛艦の艦名のうち、8番艦湧別だけが旧日本海軍での命名実績がなく戦後の海上自衛隊で初めて使用されたが、他の艦名については旧日本海軍の軽巡洋艦に使われていた河川名がひらがなで使用されてきたんだ。なお、旧日本海軍において重巡洋艦には山岳名が付けられるのが常であったが、最上型重巡洋艦最上、熊野、三熊及び鈴屋と利根型重巡洋艦利根、千熊には、通常軽巡洋艦の艦名に使用される河川名が付けられているな。これは1930年昭和5年に締結されたロンドン海軍軍縮会議において世界各国海軍の重巡洋艦の保有トン数が制限されたことを受けたもので、これらについては有事の際には四方を60口径3連式 15.5 センチ3連装砲から、50口径 20.3 センチ連装砲等からに変更し、重巡洋艦として運用することを計画して建造されたためらしい。最上型護衛艦はこれまでの護衛艦の県艦構想とは一線を画した新艦種として、近年日本の近海において増大しつつある情報収集や警戒監視任務に対応可能な艦種の必要性が増したことと、護衛隊軍に所属しない護衛隊の増加と退役が予定されている護衛艦を補いつつ増強を実現するために、多様な任務への対応能力向上と戦隊のコンパクト化と消費とかを両立させた新型艦艇として計画されたわけだね。艦種記号については、計画においてその艦隊規模が3000トン級であることが明らかにされて諸外国において同級艦種である、フリゲート FF を元に考えられ、多機能性を意味するマルチパーパスと、これまで掃海艇が担当していた機雷戦にも対応可能な艦種であることから、機雷のマインの頭文字 M を取って付けて FFM という新しい艦種記号が付与されているよ。海上自衛隊でフリゲートが運用されるのは、太平洋戦争後発足した直後にアメリカ海軍から、タコマ級フリゲートが貸与されたことにまで遡り、それらはクス型護衛艦として配備されたんだ。X 型護衛艦の最後に退役したのはアメリカ海軍でサンペドロとして運用されていたカヤで、カヤが退役した1972年3月以来50年ぶりにフリゲートが海上自衛隊に登場したことになるな。最上型護衛艦は当初、3000トン級のコンパクトな艦となる計画であったが、多様な任務に対応するために次第に大型化して行き最終的には3割ほど大型化し、基準排水量3900トン満載排水量5500トン全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートル深さ 9.0 メートルの艦隊となったよ。搭載される機関方式はディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせた CODAG 方式で、MT30 ガスタービンエンジン1機と、MAN 車 12V2833DSTC ディーゼルエンジン2機搭載により、7万馬力を発揮することで最大速力は30ノットとなっているね。兵装は四方に62口径5インチ砲127ミリ単装砲が搭載されていて、この砲は、RIM116C ラム近接防空ミサイルシステムとともに対空兵器としても使用可能なんだって。また、17式艦対艦誘導弾 SSM24 連装発射塔2機が搭載され、この攻撃管制装置として、艦対艦ミサイル艦上装置3形 SSMS3 が後日に搭載されるものと見られているな。この他に対古型水上艦艇に対応する兵装として、日本製鋼所が開発した国産の遠隔操作型、水上艦艇用機関銃か RWS12.7 ミリ機関銃装備型を2機搭載しているぜ。対潜水艦用兵装として324ミリ3連装単魚雷発射艦が2機搭載されているが、その他に最上型護衛艦には対潜兵装として MK41 垂直発射システム VLS が16セル後日装備とされていて、それらには日本版アスロックとも言われている 07 式垂直発射魚雷投射ロケットが搭載される予定らしい。また、FFM の M の由来の一つである機雷戦に対応する兵装として、対機雷戦ソナーシステム OQ-91 が搭載されて、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV を搭載して運用できる能力を持ち、従来は掃海艇が担っていた対機雷戦能力を最上型護衛艦が引き継ぐとともに、将来において発生が危惧されている南西諸島や先島諸島などでの島嶼戦に際して、対機雷戦を含む水陸両用作戦を遂行する艦として期待されているね。また、最上型護衛艦の外観上の大きな特徴はレーダー反射断面積 RCS を低減させるために、船体と上部構造に傾斜角が付され、前甲板からのナックルラインが飛行甲板下の後端まで続いていることのほか、これまで上甲板の前甲板に設置されていた投用病関連装置が艦内に配置されていたり、上部構造物が左右両舷に張りして上甲板暴露部の通路が廃止されていたりしていることなどがあるんだって。そして最も目を引くのは、環境頂部に設置された統合マストのラ50複合通信空中線で、その形状からユニコーンユナイテッドコンバインドレイディオアンテナ、ユニコーン。とも呼ばれる簡素で電波反射が少ない円柱状のモジュールだよ。その統合マストの中は各システムが電波干渉を受けないよう配置され、マストの基部と船体との接合部の電気配線接続が容易な構造となっているため、整備や故障時にパーツ交換や整備などが実施しやすくなっているみたい。C4ISR については、艦船運航システム艦船維持管理システム艦内外通信システム式統制システム、各種武器システムなどにおいて開かれたオープンアーキテクチャ OA 化が進められ、標準化されたネットワークシステムに組み込まれて構成され、戦闘式除 CIC では360度、ディスプレイで囲まれた円形になっていて、表示される情報を自由に設定できるぜ。このことにより戦闘管制だけでなく運航操舵各種機器管理なども CIC で一元化する、トータルシップコントロールシステム TSCS が採用され、消費とか情報に役立っているわけだ。消費とかが測られた最上型においてはクルー制が導入され、最上型護衛艦3隻に対して4組のクルーが配備され、常時3組が任務につき1組を休養させるローテーションが組まれているらしいな。このことによって、検査修理期間以外での艦の停泊期間を短縮し、艦艇の運用効率を向上させることができるとされ、海上自衛隊の人員不足解消への貢献が期待されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。防衛省が開発を進めている12式地対艦誘導弾能力向上型ミサイルの試作品について、みんなは知っているかな？そのミサイルの試作品が、2024年7月12日に防衛省が発表した2024年版令和6年版の防衛白書の中で10ページにわたって画像付きで紹介されたぜ。今回は、防衛省が開発中の12式地対艦誘導弾能力向上型の試作ミサイルについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。防衛白書に掲載された画像を見ると、本体は12式地対艦誘導弾よりはるかに大きなサイズになっているだけでなく、その形状もステルス性が向上されたと見られるスタイルになっているんだけど、形状だけでなく大きさがはるかに大きく、軍事専門家からは能力向上型とするには全く別物となっているため、全く別のミサイルとして新しい名称が付けられるのではないかとの見方が出ているよ。なお、12式地対艦誘導弾能力向上型については2日前の7月14日に産経新聞が、空自部隊で開発情報漏洩人に意識向上型化ネット上に画像投稿防衛省調査とのタイトルで、航空自衛隊の装備品の開発や試験を実施している飛行開発実験団において、開発中の長射程ミサイルの模型と見られる画像などの未公開情報が、SNS から外部に漏洩した疑いがあるとしてスクープしたんだ。その画像には黄色と赤色に塗装された12式地対艦誘導弾能力向上型とされているものが映っているんだけど、これが今回防衛白書で公開されたものと同じ形であるかどうかは、画像にモザイクがかけられているために判別できないね。なお、産経新聞のスクープより以前に公開されている防衛省防衛装備庁航空装備研究所の一般競争入札情報の、海上警戒監視作業及び浮遊物など回収作業の中に、開発中のこの12式地対艦誘導弾能力向上型の発注機弾の性能確認試験第一次発射試験に関する情報が掲載されており、その情報の中に12式地対艦誘導弾能力向上型の概要図が掲載されており、その概要図は防衛白書に挙げられたものと同じだな。ここでいうところの発注機弾の性能確認試験とは発射直後から飛翔中の誘導のことを示しているとみられ、第一次発射実験とあるのは標的への命中を期待するものではなく、そこまでの誘導が確実に実施されるかどうかを確認するための試験で、2024年9月27日から11月10日の予定とされているぜ。防衛白書にも掲載されている概要図はブースターが装着された形のものだけど、画像はブースターが外されていて室内に置いてクレーンに吊り下げられている状態で撮影されているよ。12式地対艦誘導弾はその名の通り地上発射型のミサイルであるが、能力向上型においても地上発射型の地対艦ミサイルが基本形であるものの、護衛艦に搭載される艦艇発射型他に潜水艦から発射できる水中発射型や、ブースターが装着されず F2 戦闘機やイギリス・イタリアとの共同で開発が進められている。次期戦闘機などから発射可能となる空中発射型などの開発も進められているね。この中で空中発射型についてはブースターを装着しないものの、搭載した航空機が高高度で発射することによって、最大射程距離を稼ぐことができると見られているな。陸上自衛隊に配備されている12式地対艦誘導弾は射程が 200km しかないため、日本に攻め寄せてくる敵艦隊の接近を許すことになり、特に近年大型の正規空母を次々に収益させている中国艦隊がもし尖閣諸島に、あるいは南西諸島を占領しようと接近したとして、12式地対艦誘導弾の射程に入る前に艦載機の攻撃を受ける可能性があるんだ。2018年12月18日に開催された閣議において決定防衛計画の大項30大項及び、31中希望でスタンドオフミサイルの導入を決定が閣議決定され、まずは外国製の長距離ミサイル JSM、JASSM、LRASM 導入と配備を進めながらそれと並行して国内での研究開発も推進する方針としたよ。しかし JSM は製造するために必要な外国製機材が不足し、また JASSM と LRASM については搭載する武器として予定されていた近代化改修が施された F15J の改修経費が高騰したために、いずれも導入が計画通りには進められていない状態だったぜ。さらに日本政府では、これらの外国製スタンドオフミサイルの導入遅延のほか、イージス・アショアの配備中止といった問題に対処するため、2020年令和2年12月18日の閣議において、新たなミサイル防衛システムの整備とスタンドオフ防衛能力の強化が決定されたのであるが、この閣議決定の中に、多様なプラットフォームからの運用を前提とした12式地対艦誘導弾能力向上型の開発が盛り込まれたってわけだ。これは令和2年度の事前の事業評価においては地上発射型の開発計画が盛り込まれ、開発期間は令和3年度から令和7年度、総事業費は約394億円の計画だったみたい。防衛省では12式地対艦誘導弾を改良することでその射程を 900km まで伸ばすこととし、さらに最終的には 1500km まで延伸させる方針を打ち出したんだ。12式地対艦誘導弾能力向上型には海上自衛隊の超音速空対艦誘導弾 ASM3 と現在防衛省で、研究開発中の島しょ防衛用新対艦誘導弾の成果などが盛り込まれ、長射程化のための大型主力の展開技術とジェットエンジンの作動領域を拡大し、発射プラットフォームの多様化として地上の移動発射台海上の艦船航空機からの発射が可能となるべく開発を進めるほか、衛星 GPS を利用した誘導システムや敵のレーダーから身を隠すステルス性能の向上も図られていて、開発費総額1000億円を計上する計画であるとされているな。日本は現在、ここ数年の間に強大な海軍を作り上げた中国が南西諸島などの島嶼に次第に軍事的圧力を強めていることから、とあえずの中国艦隊への抑止力として南西諸島各島への12式地対艦誘導弾の配備を進めているぜ。しかし小さな島嶼にミサイル発射機を配備することについての一番の問題は、狭い島の中では発射機を隠す場所がほとんどないため、先制攻撃を受けて壊滅させられる恐れがあることで、現在石垣島と宮古島に配備されている12式地対艦誘導弾は配備場所などを簡単に把握され、簡単に撃破されてしまう可能性が指摘されていたらしい。12式地対艦誘導弾能力向上型の射程が延伸されれば、発射装置を隠蔽することが可能な山岳地帯が存在している広い沖縄本島に配備して、中国海軍の空母艦載機の行動可能半径の外側からアウトレンジ攻撃を実施することが可能となり、発射装置も固定化せずに山中を移動させながら発見されることを防ぎつつミサイルを連続して発射することが可能となるばかりか、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地やアメリア空軍下で那基地に配備されている地対空ミサイルの傘下に入り、敵ミサイルから防御できることも大きい利点となるよね。そしてこの先12式地対艦誘導弾能力向上型の射程が 1500km まで延伸されれば、沖縄本島のみならず九州からも西南諸島が飛行距離内に収まるために発射可能となり、中国海軍への抑止力がかなり高まるものと見られているんだ。2022年12月16日に閣議決定された防衛力整備計画においては、陸上自衛隊では12式地対艦誘導弾能力向上型を装備した地対艦ミサイル部隊を保持することとされ、海上自衛隊においてはイージス護衛艦などに12式地対艦誘導弾能力向上型の艦船発射型ミサイルを搭載するほか、水中優勢獲得のための強化策として、VLS から発射が可能な垂直発射型も開発した上で新たに、垂直ミサイル発射システム VLS を搭載する通常動力型潜水艦を開発することを掲げ、さらには航空自衛隊におけるスタンドオフ防衛能力の強化のために、F2 戦闘機2個飛行隊に12式地対艦誘導弾能力向上型空中発射型を搭載し発射する能力を付与するための改修を行いつつ、2035年から就役する予定とされている次期戦闘機への搭載も可能とすることなどが明らかにされたな。2023年4月11日、防衛省より12式地対艦誘導弾能力向上型の量産、及び艦艇発射型と空中発射型の開発継続と、潜水艦発射型誘導弾の開発について三菱重工業との契約が成立したことが発表され、2025年度令和7年度からの配備を目指すこととなっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。